うもこんにちは、おじしんしです。どうもこんばんは、マリサだぜ。おはようございます。はい、現在25,500 ジェムを使って一体も狙い悪魔が出てこないおじしんしです。恨み節がすごいな。ほんで今回はどうすんの？まあ5周年まで無駄遣いを避けたいから、少なびこな召喚を500ジェムだけ回してみるわ。500ジェムは草だって。どうせ当たんないし、サポーターも少なし、粉持ってる人5人くらいしかいないしね。不人気すぎる。まあ必ずしも必要な悪魔じゃないし、とりあえず引くだけだよ。オーケーオーケー、そういうことだったらさっそく引いてみよう。おお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 はい、召喚会場にやってまいりました。少なびこな召喚の排出確率は 0.5%。 安定の確率だぜ。まあ厳しいよね。それでは確定生後召喚の排出確率を見ていきましょう。どれどれ。確定生後召喚での少なしこな排出確率は 3%。 いつも通りの排出確率ですな。変わり映えのない。ってことで回してみますか。はい。特別少なしこなステップアップ召喚、第一投目にして泣きの1回、お願いします。お願いします。シャック。はい、はい、出ませんでした。これで26,000 ジェムの無駄遣いとなりました。狙い悪魔が引けない日々が続くのな。悲しい。今回は500ジェムだけだけど、ぶっ込んだ合計ジェムに対してのリターンがゼロってやべえな。出なさすぎて笑えてくるんだが。まあ無課金だから笑えてるけど、課金してる人だったらストレスでハゲてそう。スマホ投げてそう。1ジェムって1円くらいなのかな。それくらいじゃないの。知らんけど。ピエー、任天堂スイッチ買えちゃうよ。だぜ。デイ2メガ10の召喚で苦渋を舐めてる皆さん、おじしんしと一緒に傷の舐め合いをしましょう。ペロペロ。最大何ジェム突っ込むまで狙い悪魔が出なかったって人は、怒りのコメントをこの動画にください。おじしんしが慰めのコメントをお送りいたします。チャンネル登録とツイッターフォローもよろしくです。コメントもどしどし待ってます。ここまでのご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしく。哀愁。今後ともよろしく。